そこまで迫っている。しかも相手は厄介なあのヨッカ。たとえしのいだとしても第二第三の追っ手が来る。ここは攻めに転じ敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙を突く。さらば奇襲部隊と超風源が率いよう。頼みにさせてもらう。ローリョー殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。仕方ないから。トイレの叩きなんて言ってられないしな。長領殿、長領殿、その仲間とはいえ容赦はできるぞ。だが我らの動きを悟られるわけにはいかぬ。速やかに突破せよ。さすが見事な働きよ。そなたの分勝利を導こう。なぜ今のところに敵だと。だが当社しねえ獲物を置いて帰るな。敵の奇襲を悟られたら速やかに突破せる。それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間のどこにそんな強さが。いや、そもそも人間は本当に弱い存在なのか。今より攻めかからん。いいわ。あんたにだけいい格好をさせとくのはシャカ。私ももっと戦果を上げてみせましょう。トゥッドクシ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 発動の弾。開始する。待たせろ。何も残らぬほど叩き潰してやる。
って言うな。発想の太刀、宙を敵に回るなら容赦はしない。私は鬼神呂布の娘ケンラー、無残な独創して宙への名を汚すわけにはいかぬ。こんな方たちが娘、一度っぱり言った。私の父の名を背負っています。ここで食い止める。決して本陣に近づけるな。勝機を開けよ。敵軍は我が府にて薙ぎ払う。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を打ち取ってみせましょう。気をつけよ。よそ者にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ。俺我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。ここまで粘った褒美だ。そのなら最強の褒美見せ。源氏が武芸壊すな。当時あれが最強か。源氏として遅れは取れん。これ以上の粘りはいらぬ犠牲を。源氏が武芸本気を出してこの一層を終わらせるのだ。次はさらに俺を楽しませて。よく勝負だった。次はいずれまた。その見事な働きをそなたの分が勝利を導こう。さすがです。あなたならばと思っておりました。鮮やかです。今もかなり似合って恥に働きをしなければ。さて、こんなものかね。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすと。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布は素敵。